どうも、ビアスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、ですね、はい、2022年1月も終わりましてですね。終わりましたね。はい。1月、我々、ウイスキーたんまり増えました。ご覧の通りですね。棚買ったんですよ。棚来ましたね、はい。ついに棚来ました、皆さん。このね、貧乏チャンネルなのに、また棚がさ、こんだけ乗せるとなるとね、うん、ちょっといい値段じゃないと。うん、なるほどな。いいな。もうちょっと、じゃあ、1月、ウイスキー何買ったかみんなにちょっと見てもらおうよ。俺が紹介するの？うん。随分買ったな、でも。何買ったかな？よし、じゃあちょっと見てみましょう。はい。はい、ということで、はい、ウイスキーコレクションでございます。2022年に入って買ったやつだよね。そうだね、買ったやつだね。じゃあ1本目は？どれだ？これ、フロムザバレル。ああ、買ったね。買いましたね、これ。買いましたね、フロムザバレルでございます。いいね。これは、うん、ヤバちゃんとナポさんと、うん、まあ、僕3人分買ったんですよね。買ったよね、はい、4本だっけ、4本買ったな、うんうんうん、はい、これが1個目。うん、次何かな。あ、これだね。あ、そうだね、カフェモルト、カフェグレーン兄弟が2本買ったね。まさかの定価で売ってるっていうな。はい、両方、まあ、これでも買った店違うんだよね、実はね。うん、こっちが先買って、うん、こっちが後かな。後から買った方が何百円か安かったっていうな。はい、あとはこれがミニボトルだ。ミニボトルやたら売ってたんで、うん、実はね、お一人様3本とかで、これは前からある4本目かな。うん、こっちは前からあるやつかな。うん、でっかいね。うん、あとはバスカーだ、今話題の。これで美味しかったよね。美味しかった。これストレートで飲んでも、まあハイボールで飲んでも好きな人はいるかもしれないけど、俺はストレートが好きだったかな。これでしょ。あと何買ったっけ、うん、あ、アイリークって今年だっけ。あ、アイリーク今年だね。アイリークはそうだね、動画イメージだったな、伸びにくかったな。皆さん、あのアイリーク見てください。これね、安くて美味しいアイラなんで。そうなんだよ、見てください、うん、ボトラーズウイスキーってやつだな。そうですね、うん、よし。そうだな、そうだな。あ、これだ、これ、あれ、これ年末だっけ。年末だね。年末か。そうだね、これは年末だ。あ、この辺じゃない。そうだね、この安いシリーズだ。1000円シリーズとかな、ラベル5とかね。これなんかナポさんが見つけてきたやつ。うん、普段あんま買わねえような、ここら辺のウイスキーって。で、これリバークイーンか。ああ、いいね、いいね。まだ開けてないから。あ、開けてね。これから取るってことですかね。あ、これからため買いして、ため取りして。ティーチャーズは前に買ったし、もう今買ってきましたって感じの、はい、クレームは、これもですね、うん、多分これからだね、うん、何の動画撮るんでしょうか。うん、もう先にネタバレするっていうのは。いやー、まあね、カディサンク、カディサンク、あ、違うか、年末か。あとこれじゃない、フォートウィリアム。これ何、ウイスキーだよ。これね、多分ね、ナポさんが勝手に買ってきたやつだよ、ね、そう、1000円以内のウイスキーだよ。スコットランド、うん、フォートウィリアム、うん、日本人にの味覚に合う日華ウイスキー社ブレンダーによるってやつらしいです。すげえ。知らなかった。全然知らない。ネットから無作為に買ってくるんだよ。なるほどね。うん。あと何でしょうね。散らかってるな、下段は。あ、まあ、そんなもんじゃない。あ、それってこれ日常酒だから別に紹介しなくてもいいし。はい、これですね。うん。あとは、あれ長浜のやつじゃない？これちょっとね、2月入っちゃったんですけど、うん、長浜で、うん、伊勢丹ですね。伊勢丹の限定商品？伊勢丹でイベントやってまして、うん、これこういうね、すごいね。これですよ、ワインカスク。ブルゴーニュのでしょ？ブルゴーニュって言われるとちょっと高級なイメージあるよね。ブルゴーニュさんワインだ。はい、これでもね、正直よく分かってないです。うん、ぶっちゃけワインは分かってねえな。ぶっちゃけさ、全部ボトラ、なんていうの、ボトリングはさ、うん、樽ごとにしてるから。ああ、そうなんだ。これがなんかその、おしゃれというかさ、うんうん、なんて価値がどのぐらいなのかは分かんない。なるほど。あれ、信州って今年買ってきたんだね。これは、いや、年末じゃなかったかな。でもこれも美味しかったね。うん、これね、皆さんね、おすすめ。お土産にいいね、安いし。2000円台だって。うん、あと年始にこれやったじゃん、そういえば。これ。ああ、干支のやつな、中身は。寅年でございます。いつものやつと一緒でいいです。美味しいよ。うん、美味しい。そして、うん、忘れちゃいけないのはこれですよ。ああ、一周年記念に飲んだやつだね。
はい、ロイヤル15年、ゴールドラベル贈答用、はい、この美味しかったね。すごい美味しかった。これね、深夜にチビチビとね、一人で飲むと最高なんですけど減らさないでね減らさないでね。まだ何回目聞かれにどう取るか何取るか分かんないから減らさないように。はい、まあ、こんな感じでね、うん、1月、まあ、2月頭にかけて買った1ヶ月のウイスキーでした、うん、そうですね。あんまり買ってないね。そうですね、まあ飲んでしまったものもあるし、うん、ナコさん家に持ってったものもあるし、そうだね、うん、なのでこれが全部ってわけではないんですけども、うん、このようにね、一応ウイスキーチャンネルとしてやっております。ちゃんとやってるな。はい、これはね、どんどん増えてね、また棚をね、バージョンアップしたり引っ越したり、ですね、家買ったり、もう僕のお金が全く続かないので、皆さんはね、応援のほど応援なのか分かんないですけどね、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンよろしくお願いします。たまにはこういうラフな動画をね、そうだね、交えながら、うん、とにかく動画撮るためにもう本当に、あ、まあ、紹介してない動画ウイスキー1個あったよ。あ、やっぱ今買っとかなきゃいけない、これ。あー、買ったな、これ。タリスカー9ラベル10年、はい、これはね、3000何本、これ安かった、3000何本ぐらいで買えた。安いね、うん、税込みに4200円手前とかじゃねえか、まあ、大体そのくらいだけど、本当にいい値段で買えたので、うん、ラッキーでしたね。おっしゃ、ということでね、あの毎日ね、うん、ウイスキー屋を回ってるとね、うん、掘り出し物もたまにあります、ね、あるよ、間違いない。ということでね、貧乏チャンネルをこれからも、はい、末永くよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またねー。